ティーボックス12月号おやつ編楽しんでいただけましたでしょうか。今回断捨離でですね、物が今全然ない状況で、ちょっといつもと場所が違っております。まずですね、ボックスのコンセプトとかも何でも紹介してなかったので、こちらからしっかり紹介していこうと思います。今回のコンセプトになります。カードがこんなに可愛いんですよ。クリスマスインアワホームということで、やはりクリスマスのコンセプトになっておりました。Christmas in the day that holds all time together. もうすぐ待ちに待ったクリスマス。お家をみんなでデコレーションして、当日までの準備もバッチリ。今年も大切な人たちと笑顔で楽しく過ごせますように。カールのデザイン可愛いですよね。で、今回おもちゃと雑貨に関してはこういう風になっておりますね。おもちゃの方の紹介の前に雑貨の紹介からいこうと思います。デリケートフィンガーということで、指サックのようになっているガーゼになりますね。これ何をするかというと、お察しの方もいると思うんですが、こちらでですね、歯を磨くためのものだそうです。中指にゴムをはめ、人差し指に装着しますと。なんかこうちょっと特殊な形してるんですね。デリケートフィンガー、農薬や化学肥料を使わないで生産されたオーガニックコットンを使用したケアグッズです。ガーゼを指にはめて、そのままワンちゃんの歯を優しくお手入れしてください。手洗いで洗濯して何度も使えます。おもちゃですね。じゃん、ベルです。かわいい、すんごいかわいいベルのおもちゃになっております。もう一つがこちら、ポインセチアのおもちゃですね。祖母がポインセチアすごく好きで、もう毎年鉢植えで買うんですけど、次年度に咲かすっていうのがすごく難しくて、毎年買い直してた記憶があります。この2つが今回おもちゃとして入っておりました。ベル&ポインセチア、お部屋を華やかに彩るベルとポインセチアをご用意しました。どちらも音を鳴らして楽しめます。ではまずポインセチアの方から見ていきます。すごくですね、頑丈にできています。一つ一つ頑丈な縫製になっていますね。カシャカシャ音だけでですね、楽しむ感じのおもちゃになっております。奈良くんが結構こういう細身のものね、薄っぺらいもので噛んだり持って歩きができるものが好きなので、もしかしたら奈良くん遊ぶんじゃないかなと思いますね。じゃあ次いきます。こちらベルのおもちゃになっております。かわいいですよね。光沢のある布を使用されてる感じなんですけども、ロープがかなりしっかりめについておりますので、こういう紐状が好きなね子にはとってもいいんじゃないかなと思います。奈々くんもロープとっても好きなので遊んでくれるかなと思います。まあやっぱベルの中に2つとも笛が入っておりました。そしてリボンのところにですね、ちょっと膨らみはあるんですけど、カシャカシャ鳴るタイプのおもちゃになっております。雪の結晶の刺繍がとっても可愛いんですよ。こういう細かなデザインがドギボさんの魅力ですよね。一つでも3000円とか2000円3000円してもおかしくないようなクオリティのものなので、これがですね、ボックス一つ3600円、初回の場合は1800円お試しができるっていうのはとってもお得なボックスだと思います。やはりおもちゃってね、高いですからね。このデザインだったらもう特に一点物で二度と買うことができないわけじゃないですか。二つと手に入らない素敵なデザインのおもちゃを3600円でおやつ付きでゲットできるというのはやはりお得だなと毎月思います。ということでですね、今回こちら二つのおもちゃになっております。できれば奈良くんだけでも遊んでほしいですね